皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のレスレリは公式 X 様でも発表があったし、お知らせにも来ているんですけれども、突属性応援機関という、なんと突属性のキャラ、突属性をサポートする SSR メモリアが出るよっていうガチャが1ヶ月ぐらいね、なんと来てしまうっていうような、今までにないようなお知らせが来ました。なんだろうねっていうことで、ちょっと情報を見ていこうと思います。また今回のハロウィンイベント、イベントストーリーこそないんですけど、配布メモリア、めちゃくちゃいいねメモリア来てますんで、そちらのお話もしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速、突属性応援機関とは何ぞやっていうものを見てみましょう。様々なロールの突属性キャラがお迎えできるチャンスですと書いてありまして、10月25日の12時から、そして11月30日の11時59分までということで、1ヶ月以上めちゃくちゃ長いですよね。で、何なのかっていうところをちょっと見てみようと思うんですが、今回第1弾が、お揃いイルメリアコーデっていうね、イルメリア来たっていう感じで今ガチャに来てるメモリアになるんですけれども、第2弾から見てください。突属性のディフェンダー、突属性のアタッカー、突属性のブレイカー、突属性のサポーターっていう感じで、なんと1ヶ月間全部突属性来るよっていう話なんですよね。え、じゃあ突属性しかピックアップ来ないのっていう話なんですが、こちら、第2弾から第5弾の期間に開始予定のガチャでは、表に記載されているピックアップ対象以外のキャラ、またはメモリアもピックアップ対象として新登場予定ですと書いてあります。予定なのでわかんないんですが、要するに1キャラは突属性、1キャラは他属性っていうような感じで出てくるんじゃないかと思います。これなんですけども、まあ今までにね、ガチャいっぱいキャラクター出てきたんですけど、突属性圧倒的に少なすぎるっていう話で、ね、私もずっとしてきたと思いますし、マジで出ないよね。属性実装のバランスっていうのがかなりアンバランスだと私は思ってたんですが、ここに来て突属性がようやく救済されるっていうところですよね。多分だけど、アンケートで突属性実装してくれって書いた方多いんじゃないかな。ちなみに私は書きました。まあ皆さんお忘れじゃないと思うんですけど、突属性最後に出たキャラ、誰か知ってます?そう、学園ミミちゃんです。学園ソフィーと学園ミミっていうところで、実は実装したキャラクターなんですよ。それ以外って実は突属性って出てないんだよね。で、ちなみに、じゃあレスレリ学園っていつだったのっていう話なんですけど、そう、4月1日、エイプリルフールなんですよね。ってことは、半年ぶりの突属性実装っていうことでいいんじゃないかなと思うんですよ。そんなに来てないかって思うんですよね。ちなみに、風属性皆さん実装したのいつかわかります？もちろん最後ですよ。と、風属性もね、あんまり皆さん覚えてないと思うんですけど、エレンがラストなんです。ちなみに風属性って、学園レスナー、学園ライザー、学園エレンっていう感じで来てました。なんで風も突もレスレリ学園以降誰も出てないのっていうところはマジで気になるんですけど、突属性救済ってきたから、今度もしかしたら風属性救済も来るかもしれません。ただ風属性に関しては学園レスナーが今でも強いので、学園塾っていうのがあるのでまだいいんですけど、突属性はね、本当に突出したキャラクターがあまりいないっていうところになるのでね、そこをなんとかしてあげてほしいなと思いますよね。バレンタインエスカとかも強いし、まあ決戦スールもいい。学園ソフィーも学園パーティーとか、もちろんパネル操作で役に立つんですが、それ以外のキャラクターがやはりというところがありますので、突属性応援期間でめちゃくちゃ突属性が活躍するのを期待しております。一応ガチャ画面でも見てみましょうか。エレン。そして、ミミが最後だと思いますので、一応ガチャ画面で確認してみたいと思います。そうだよね。この辺だよね。ここだよね。エレン。そして、レスナが、風と、風。そして、ミミちゃんが、突。っていったところですよね。ここから遡ってみると、
やっぱり風属性も土地属性もいませんよね。やっぱりどれかに集中している、どれかっていうか2つに集中してないって言った方が正しいのかなっていうふうに思いますので、風属性土地属性がいっぱい出てくることを祈りながら土地属性応援期間を待ちたいと思います。ちなみに私が以前あげた動画、ミルカってこんなキャラだよっていう動画をあげたんですけども、ミルカはパイルバンカーを装備として持っていますし、ストーリーでもねめちゃくちゃ出てきていると思いますので、突属性アタッカー枠でおそらく出るんじゃないかと思ってます。ミルカ実装待ち遠しいです。そしてこちらが今回のハロウィンイベントのポイントミッションで手に入るメモリアとなっています。広がるお菓子の輪ということで、なんとだよ、リアーネさんがついに登場するよっていうことで、これフィリスのアトリエ好きにはたまらないんじゃないかなというふうに思っています。ただリアーナの武器って確かだよ、弓と剣だったと思うんですよ。狩人だったはずなんですね。って考えたら突属性どうなんだろうって思うんですけど、まあ剣持って突属性のアタッカーないしブレイカーみたいな感じで出てくるのかなと思うとちょっと嬉しいですよね。まあイルメリアが今までメモリアにも出てたけど実装しなかったっていう経緯があったので、これを機会にイルメリア、そしてリアーナ両方出てくれたら嬉しいし、どちらか片方だけでも期待したいなと思っています。メモリアの説明文見ると、フロッケとリアーネが知り合いっていうところが分かり、しかもフロッケのお菓子をフィリスちゃんにあげたいわっていうところで、フィリスへの愛がやっぱり垣間見えるこのメモリア、めちゃくちゃいいですよね。妹のフィリスのことがめちゃくちゃ愛している、まあシスコンって言ったら怒られるけど妹愛が強いお姉ちゃんというふうになっています。まあネタバレなんですけれども、フィリスとの血はつながってないですけどね、養子ですからね。母を亡くしたリアーネがわーんって泣いてるところにフィリスが声をかけてくれたっていうことをきっかけに、ミストルート夫婦に引き取られたという経緯があります。めちゃくちゃ悲しんでね、孤独の生活を送っていたんですけれども、フィリスがお姉ちゃんって慕ってくれたことをきっかけに妹フィリスを溺愛するようになったという経緯があります。めちゃくちゃいい関係なので、ぜひフィリスのアトリエをやっと見てほしいと思います。リアーネについて聞きたいよっていうコメント等あったらね、またリアーネについて解説してみようと思います。ちなみに今回のイベントメモリア SSR 広がるお菓子の輪はアビリティ効果、自身がサポーターの時味方全員の魔法プラス 9% という能力まで上がるというふうにお知らせに書いてあります。味方全体の火力アップ、まあ、魔法に限りなんですけれどもめちゃくちゃ役に立つので、ぜひ皆さんポイント交換を絶対に最後までしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。今後もね、レスレリ動画いろいろ上げていきたいと思いますし、レスレリ楽しんでいこうと思います。またよろしくお願いいたします。それでは今回ここまで。またね、バイバイ。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。